皆さん、デスソース田野死んでます？東洋のデスソース愛好家 N 拳と申します。私は普段デスソースの美味しい食べ方を研究しています。今回は投稿動画が300本を突破したことを記念して、創作活動を行う中で知人や友人、視聴者様から寄せられた質問に回答していきたいと思います。まずはデスソースを手に取った経緯についてです。私がデスソースを知ったのはとあるエンタメ系の動画でした。罰ゲームのアイテムとして使われていたと思います。それを見てデスソースに興味を持った私は Amazon で取り寄せることにしました。料理に入れて食べてみたところ、私は美味しく食べることができました。その後 YouTube でデスソースと検索して調べたのですが、どうも罰ゲームとアイテムとして使われていることがほとんどで、今の私のように美味しい食べ方を模索している人はほとんどというか全くいなかったんじゃないかなと思います。一人ぐらいデスソースを美味しく食べようとする人がいてもいいんじゃないかなと思い、そこからデスソースクッキングの動画を始めることにしました。続いてデスソースの購入方法について、私は最初の1本は Amazon で購入しましたが、2本目以降はカルディで購入しています。カルディ以外でも輸入食料品を取り扱うお店では販売されているかもしれません。カルディで購入する理由ですが、カルディオリジナルの調理キットが美味しいからですね。デスソースを入れたら美味しくなるのはもちろんですが、デスソースなしでも美味しい料理を作ることができます。続いてデスソースを食べ続けて体調を崩すことはないのかというご質問です。私が創作活動を始めてからこれを撮っている日、2024年4月2日に至るまでの間、体調を崩したのはたったの一度きりです。2021年の8月にコロナの陽性になってしまって、1週間ほど会社を休んでしまった、これだけです。この時なんですが、私はハンバーガーがマイブームでして、手づかみで食事をすることが圧倒的に多かったんですね。それが原因でコロナにかかってしまったんではないのかなと分析しています。要はデスソースは関係ないと思ってます。今となっては確認する術はありませんけど。はい、続いておすすめのデスソースの食べ方、当チャンネルで紹介しているレシピすべてです。誇張抜きで本当にそう思ってます。2つピックアップするならば、デスソースカレーライスとデスソース豚キムチですね。作るのがとっても簡単だからです。カレーライスは普通にカレー作る途中にデスソースを入れてもらう。で、豚キムチは豚肉炒めて、キムチ炒めて、デスソース入れる。で、作ることできます。豚キムチカレーライス作るときにデスソース入れてみてください。続いて、自炊を失敗したことはあるかですね。見た目があまりにもひどすぎて、動画化する予定だった献立をボツにしたことなら何回かあります。その料理も味自体は良かったので、失敗だとは思いません。失敗しないというのと動画化できるできないというのはまた別問題だと思ってます。続いて、アラサーにもなって動画投稿を始めちゃって、お前の両親は何も言わなかったのかというご質問。うるせえ。私の両親は私がデスソースクッキングをしていることは把握しています。何かの弾みでバレたというわけではなくて、感想を求めて私が両親に見せました。返ってきたコメントとしては、脂質、糖質、塩分の取りすぎちゃうかというものでした。デスソースについては特に言及がなかったかと思います。呆れて物も言えないというやつかもしれませんけどね。最後に当チャンネルの今後についてお話しいたします。まずはチャンネル登録者数を増やしたい、デスソースを普及させたい、広めたい。ボケしてる。そう。私の周りの人は使ったことはないけど名前ぐらいは知っているよっていう人が結構いたので、3年間も創作活動をしてチャンネル登録者数が2桁なのは
私の実力不足を認めた方が良さそうです。だからといって過激なことをするつもりはありません。私はデスソース愛好家である以前に一人の社会人ですからね。インモラルなことはできません。デスソースを入れなくても美味しい料理を作ることができるというコンセプトはこれからも徹底していきたいと思います。はい、ということでここからエンディングです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ご意見ご質問は常時募集しています。コメント欄かマシュマロというサービスをご利用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。それまでお元気で。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。